皆さんこんにちは。時計専門誌クロノス日本版編集長の広田正幸です。後ろご覧ください。穂高連峰を中心に北アルプスが見えると思います。ここはですね、長野県塩尻市にあります西高エプソン塩尻事業所と信州時の匠工房です。現在ここではグランド西高の QR スプリングドライブ、そしてクォーツ搭載モデルを製造しています。ではその中はどうなっているのか、早速見ていくことにしましょう。広田さん、こんにちは。信州時の匠工房へようこそいらっしゃいました。本日ご案内いたします上田でございます。よろしくお願いいたします。上田さん、よろしくお願いします。クロノスの広田です。こちらが歴史資料室になります。弊社の創業は1942年です。創業者の山崎は、信州諏訪を東洋のスイスとすべく誠実努力というモットーのもと、夢を一歩一歩確実に実現していきます。上田さん、背後にある写真なんですけれど、はい、あれっていつ頃のやつなんですか？1946年頃の写真になります。それでは中をご案内いたします。はい、こちらでは弊社の開発の歴史を時代を追って展示しております。まずはじめにこちらのコーナーからご紹介いたします。中村常屋は止まらない、狂わない、組み立てやすく修理しやすいを目指して1956年に傑作と呼ばれるマーベルを生み出しました。まあ、このマーベルは大傑作ですよね。多分国産時計の基礎の基礎を作った時計ですよね。はい、このマーベルの成功をもとに1960年スイスのクロノメーター優秀規格と同等の性能を実現させた日本最高峰の機械式時計として、グランド成功がこの地で誕生しました。そう考えると、もう まさにここが、グランド成功発祥の地と言えるわけですよね。はい、こちらが1960年代、スイスの天文台コンクールに挑戦していた頃の紹介になります。天文台コンクールって普通 そのクロノメーター検定とは違って、本当に純粋に正確さ精度を競う、車の世界で F1 レースみたいなものですよ ね。はい、1964年から挑戦を始め、1968年ジュネーブの天文台コンクールでは当時の記録を塗り替える最高精度を実現しました。ってことは、すごい生産もそうだけど調整とかのノウハウもすごく必要だったわけじゃないですか。はい、はい、その時の挑戦していたメンバーがそのまま社内の指導者になり、若い世代にその技能技術を受け継いでいたという形になります。で、上田さん、これが1950年代後半の、はい、昔のクォーツ時計、はい、こんなにでかかったんです。そうですね、1959年頃からタンスぐらいの大きさのものをまず持ち運びできるサイズ、その後腕時計のサイズというように、開発者たちは挑戦を続けました。69年の12月に、はい、腕時計のクォーツアストロンって出たじゃないですか。で、わずか10年で、はい、そこまで小型化しちゃったんですね。そうです。技術の進歩っていうか、すごいですね。そうですね、その技術は、人々に使ってもらってこそ価値があると、そういう精神のもと、クォーツの技術を世界中に公開し、正確な時計を、世界中のお客さんにお届けすることができるようになりました。いろいろ作って、その究極系が、93年の QF クォーツかなと思うんですけど、はい、クォーツアストロン以降、小・小・正の技術を持って世界初の商品を開発し続けました。クォーツの究極版として1993年に QF クォーツを生み出しました。できてから28年ですね。これに勝るクォーツはね、ちょっと量産型ではちょっと考えられないですよね。はい、28年間同じメカニズムが時計の中で生きているというのは非常に珍しいことだと思います。 QF が完成して、この延長線上に、第3のエンジンと言われるスプリングドライブが生まれたわけですね。はい、その通りですね。これまでご紹介しました通り、機械式時計で世界を極めた技能技術とクォーツアストロンをはじめ、クォーツ時計で培ったメカトロニクス技術によってスプリングドライブは生まれました。2004年には自動巻きスプリングドライブを開発して、それがグランド成功に搭載されることになります。これって本当にメカニズムやってエレクトロニクスが分からないとできないですよね。そうですね。開発者の赤羽は、数十年にわたって度重なる試行錯誤を行った結果、ようやくここにある初号機の発売にこぎつけました。
ゼンマイで動くからトルクが強いから針が太くできる、はい、ですごく正確じゃないですか。でショックにも強いし、はい、その姿勢差誤差、姿勢が変わっても狂わないから、まあ本当グランドセイコーみたいな時計に本当うってつけでしたよね。グランドセイコーというのはその視認性が非常に大きな魅力になります。でそのためには太い針を回せなくてはいけない、そういう意味でスプリングドライブはグランドセイコーにもってこいのムーブメントだと言えます。資料室の説明は以上になりますので、どうぞ先にお進みください。当工場では開発設計から技術、部品製造、完成品組み立て、その最終出荷まで一貫して行っている、それも、ムーブメントのみならず外装部品も部品から作っている、世界でも稀な真のマニファクチュールと言えます。開発部隊と製造部隊が一緒にいたりとか、はい、あとはその外装ケースとか文字盤とか針まで含めて作れてるマニファクチュールって、はい、多分世界見てもそんなにないですよね。やっぱ開発のスピードってすごく速くなりますよね。そうですね、隣の部門に開発者がいる、そういう中で作っている人たちは困ったらすぐその開発者たちに相談に行ける、問題がすぐに解決できると、そういったメリットがあると思います。まあ、クォーツアストロン出せたっていうのもなんとなくわかるしやっぱこれだけその多彩なグランドセイコーのモデルを出せるっていうのもやっぱりそのまとまりの良さっていうか、はい、その垂直統合のまあ純度の高さかなって僕は思いました。あ、はい、ありがとうございます。で、まあ、見どころいろいろあると思うんですけれども、ここが推しっていうポイントあればお聞かせください、はい、難しい質問ですね例えばケースの完成、最後研磨をします。彼が、まあ、道具を使いながら一つ一つ自分の手で自分の目で見ながら仕上げていく、そういった人の気持ちが入る、そういった工房だと思っています。グランドセイコーの魅力っていろいろあると思うんですけれど、はい、一つは針だと思うんですよね、はい、こう作業者は針をつかむピンセットの先をですね、きれいに磨いて針に傷がつかないようにすごく気を使って作業しています。自然に囲まれている環境っていう点ではすごくスイスに近いなとは思ったんですね。山がまあ、近くにまでそびえ立っていて、近くには湖もあるという意味ではすごくスイスに近いと思います。でそれに加えて、信州は、夏はものすごく実は暑くて、冬は、ものすごく厳しい寒さで、四季の表情がすごく豊かな地域です。そういったあの季節をすごく感じることで、我々作業者、私も含めてですね、すごくあの感受性豊かに仕事に取り組んでいる、そういったところがここ の, あのいいところであり、あの自慢できるところかなというふうに思っています。まあ、だからまあその信州の自然が、はい、じゃグランドセイコーのじゃ模様とかデザインなんかに反映される、ね、はい、今日はあの雪代のダイヤルをつけていますけれども、こういったダイヤルもここの作業者がこの自然に囲まれる中で発想したアイデアであり技術だと思っています。この後、匠工房、マイクロアーティスト工房、文字盤工房、ケース工房、それぞれにつきまして、より詳しくご案内させていただきます。ようこそ、広田さん。これから信州時の匠工房、こちらを紹介させていただきます。高津と申します。よろしくお願いします。広田と申します。よろしくお願いします。これからご案内差し上げる、特に匠工房を中心ですね、技能伝承というのが非常に重要でして、先ほど上田の方からご説明差し上げたようにジュネーブの展望台コンクールですね、この技能士の皆さんの技能を、その後の77年からのですね技能五輪の国際大会、こちらの方で金メダルを取られたというメダリストの力をですね、現在の工房のメンバーに脈々と技能伝承がつながれているということで、高級品のですねものづくりにしっかり生かしているということになります。だからまあその高級品、あれ高精度品が作れるんだなっていうのはすごく納得です。匠はそもそもは天文台の流れを受けていたってことなんですね。そうですね。ではこれから匠工房の方をご紹介させてあげますので、どうぞこちらへ。よろしくお願いします。こちらがですね、匠工房と言われるクリーンルームになります。一年中24度、それから湿度が 50% っていう状態で管理されていてですね、ちょうどこちらの方からムーブの組み立てが始まるような状態になっています。 QR6 号と言われるムーブメントを組んでいるところでして、こちらのエリアが一人でムーブメントを1から10まで全部組み立てるという工程エリアになっています。
さっさっさと仕上げているようだけれど、これかなり大変じゃないですか。彼女たちは普段から扱っている道具ですね、技能以外にその道具の方にも細心の注意を払っていて、いかに傷つきにくいかっていうところをしっかり突き詰めて行ってもらっているということになります。簡単なようにやってるけれど、よほど熟練しないとこれできないなとちょっと思います。それでは次のエリアをご紹介しますので、こちらへお願いします。こちらがですね、スプリングドライブのムーブメントをチームで組んでいるエリアになります。熟練技能者、その中に一緒に技能五輪の国内の大会でですね活躍してきたメンバーがこのエリアの中に入ってですね、五輪を経験してきてもまだまだ若手なので、技能者の皆さんにしっかりと指導してもらいながら一人前の技能者にと。機械式時計のムーブメントの組み立てでもわりかしラインでやっていくってところが、世界的に増えてるじゃないですか、でその中でなぜこうあえて一人一人机持ってこうやってるスタイルを、取り続けられる理由って何なんですか。一人前に若手のメンバーを育てていく、これもどうしても時間がかかります。彼らに一定のモチベーションをですね高く持ってもらいながら技能をですね早く習得してもらうという部分で、そのライン組ではなくてこういったチームっていう状態でスプリングドライブを組んでいるということを我々の方で考えてこういった形を取らさせてもらっています。こちらがですね QF、 こちらのですね針の振れを制御している制動車といわれるこの部品のゼンマイの組み立て工程、こちらになります。QF クォーツに、針のブレを抑えるためのヒゲゼンマイが入っているのっていうのは、僕も知ってますけれども、こういう形で組み立ててたんですよ。我々の技術をですねお客さんに知っていただこうということで現在こういった形でお見せしている状態になります。こちらがですね、外装の取り付け、こちらの方で、最終的に時計を完成品にします。現在ちょうど針の取り付けをしている最中です。わずか2ミリという隙間の中に4本の針をセットすると、各針の隙間が 0.2 ミリということで、細かいだけでなく針への傷やなんかの防止も考えながら非常に繊細な作業になっています。最近だから比較的ありがちなのは針も自動でこう取り付けるみたいなところが出てきてますけれども、やっぱこう手作業でやるっていうのはやっぱその方が確実だからってことですか。そうですね、やはりまず現状は品質、こちらの方ですね、仕上がり含めてしっかりこだわってやっていくと、技能をしっかり生かす形でいかに針をきれいにそれから水平に取り付けるかというところにこだわってものづくりをやらさせてもらっています。次に針、文字盤の取り付けられたムーブメントをケースに組み込み、完成した時計の検査を行います。合わせて日送りなどの動作確認も行います。エアリーフ検査はエア圧力をかけ防水性の確認をします。このテストをパスした後に実際に水中に時計を沈め規格に沿って加圧し防水試験を行います。こちらがですね、外装取り付け、これは終了した後に、バンドを取り付ける工程になります。以上で匠工房のご紹介になります。この後ですね、マイクロアシスト工房の茂木がご紹介しますので、そちらの方へ移動お願いします。茂木さん、お久しぶりです。クロノスの広田です。マイクロアーティスト工房の茂木です。この場所ですけれど、マイクロアーティスト工房って、僕みたいな、メディアの関係者でもめったに入れない、非中の非じゃないですか、だからその全容ってなかなか普通の人には分かりづらいと思うんですけども、改めてこのマイクロアーティスト工房ってどういうところなのかってご説明いただけませんでしょうか。マイクロアーティスト工房は2000年に設立されました。約10名のメンバーが所属し、スプリングドライブをベースに、開発、設計、部品の仕上げ、組み立て調整、そして検査までを一貫して行っております。これまでに、グランドセイコーの QR01、 8days、 QR02 を制作してきました。で今日は、その中でも、QR02 という、機種の、受け部品の、エッジの仕上げを見ていただこうと思います。そこの仕上げというのは、我々の仕上げの中でも特に魅力的なものになっていると思いますので、そこのところぜひご覧いただこうと思います。ではこちらの方へどうぞ。こちらの工房ってものすごく手間がかかったものを作って、でそもそもグランド成功ってすごく人の手がかかってるじゃないですか、でそこにプラスしてなんでここまで手間をかける必要があるのかなっていうのはちょっと素朴な疑問なんですけれど、現在は機械の方も発達してまして、非常にいろんなことができるようになりました。ですけどもやはり限界はあるわけで、そこの先はやはり手を加える
手仕上げというところが非常に魅力的な商品を生むのに直結します。なので我々は機械加工をベースにしながらもその先へ一歩踏み込んでいます。このマイクロアーティスト工房ってものすごく世界水準でもトップレベルの仕上げやるじゃないですか。でその象徴とも言えるのがこの、はい、今こちらの方で仕上げていますのは QR02 という機種の輪列受けの、エッジの部分を手で仕上げています。あらかじめ今大きな形状を作ってるんですけれども最終的な仕上げの段階になっています。こちら今作業しているのがマイクロアーティスト工房の小林というものになります。部品仕上げを担当しております小林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で早速ですけれども小林さん、はい、ですね、今仕上げで使っていらっしゃる木って、はい、あれってスイスの その超高級メーカーとか独立時計師でも本当に限られたところしか使わないジャンシャンって木ってことでよろしいですか。あ、はい、そうです。これを使ってここに研磨するものをつけて磨いていくってことでいいんですか。はい、そうなります。でなんでジャンシャンってすごく古典的な素材って言われてますけれども、なんで最新のものを使わずにジャンシャンみたいな昔からあるものを使ってこれ仕上げやろうと思ってるんですか。機械で、ある程度の形状はできるんですけれど、最終的にその素材の持つ美しさ、それを最大限に引き出すためには、やはりこのジャンシャンの持っている、茎の内側のクッション性、これが非常に、素材にマッチしているということになります。あともう一つ聞きたいのはですね、マイクロアーティスト工房のムーブメント、はい、その角の仕上げのところがものすごくこう大きいじゃないですか、はい、他の高級時計でも多分ここまで大きいものってすごく少ないと思うんですね、はい、なぜここまでこう大きく入れるのか。ずっと外周に取り巻く、我々コーナー R と言っていますけど、角を丸く丸めています。その大きさが大きいほど光がですねこの R に集中した時に、より輝いて見れる、これがお客様に付加価値として捉えられると考えています。何が一番大変なポイントですか。素材の機械で取られた粗さ、それを取るときに一番歪みやすい工程になります。その機械と、人の手の融合でなるべく均等になるように仕上げています。まあ、正直ねこのレベルやれるところって多分もうちょっと世界的に見ても本当に稀だと思うんですよね。じゃあもう作業にお戻りいただければと思います。はい、はい、マイクロアーティスト工房の中田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日は QR02 の組み立てを見せていただけるってことなんでしょうか。はい、そうです。楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。じゃあ中田さん、これはあれですよね、一番難しいと言われるほぞ立て、まあ、複数の穴に軸を差し込む作業ですよね。グランド成功ってそのムーブメントをがっちりさせるために受けが大きいんですね。だからこのほぞ立てってすごく大変なんです。で中田さん普通にさらっと差し込んでるように見えるけれども、これは熟練した時計師でなければ決してできない技だと思います。いや中田さん、ほぞ立て一発で決まりましたね。早いなこれ。続いて文字盤の製造工程、こちらの方を説明させていただきます。一旦こちらの映像の方で工程を一通り説明させていただきます。型打ち文字盤、こちらの製造工程になります。まず最初にプレス工程、原料から文字盤の原型、この部分を製作します。外形抜きと言われる部分でワークの不必要な部分を一旦外します。続いて足付け加工、これで文字盤の固定用の足を取り付けます。続いて外形を切削加工での文字盤の輪郭が見える形に。で続いてメッキ工程ですね、こちらの方で必要なメッキ処理を一通り施して、で続いて塗装です。クリアの塗装とか、それから厚付け薄付けとかありますが塗装をします。おおむねこれで雪代の文字盤、型打ち文字盤のイメージがここで形成されます。続いてですね、印刷工程、ルラーと言われる、まあ、我々ゼラチンを用いたルラーを使ってますが、こちらの方で、キレの良いですね、印刷、こちらの方を施しています。続いて略字、こちらの上作業ですね、
足を、まあ、2本同時に入れるということで非常に繊細な作業、これが求められています。植え地したものをですね、ここでかしめということで略字をきちっと固定して、最後にタイバー切断、こちらをすることで、雪代のこの片打ち文字盤、こちらの方が完成するというのが一連の流れになります。先ほど説明させていただいた工程の中でですね、ちょうどこちらが印刷の工程になります。ゼラチンで形成されているルラーというものを用いてですね、文字情報などをここできれいに転写をすると、質の良い文字盤を仕上げる形になっています。グランドセイコーのその印字っていうのはものすごく立体感、ぬくもりいいですよね。ゼラチンを使ってですね、転写性が非常に良いんで、今、グランドセイコーですとほぼ2回までの印刷でですね、立体感を醸し出すような工程になっています。比較的ね、その印字を立体感出すためには5回転写とか7回転写とかやらなきゃいけないっていうのは業界の、まあ、常識ですけど、2回で済むってちょっとすごいですね。ありがとうございます。では続いてですね、略字の上の工程をご覧いただきますので、そちらの方によろしくお願いします。こちらがですね、文字盤の略字を植えている工程になります。足の太さが 0.26mm です。ベースの方の穴の径が 0.28mm ということで、非常にギリギリの寸法設定で形成されておりまして、足2本同時にセットしないとうまく入らないということで、注意を払わないと傷がついたりとか、足を曲げてしまったりということで、非常に繊細さ、丁寧さを求められる工程になります。グランドセイコーの場合ってすごく感心させられたのは、こう文字盤に入れる穴の形状がストレートじゃなくてハの字型になってる。後ろから潰すとハの字でこう潰れて完全に抜きにくくなる。プラスしてこう裏から接着剤を塗って絶対に剥がれないようにしてるじゃないですか。多分こういった配慮を加えてるところって他にないと思うんですよね。だからグランドセイコーの、その文字盤ってものすごく丈夫で強い衝撃を与えても壊れない。まあちょっとこれは他にはない。それでは文字盤の製造工程は以上になります。では続いて別の工程の方に移動お願いします。こちらがですね、ケースの製造エリアになります。こちらの方に工程をいくつか説明させていただいてますが、 CNC で切削する方法、それから金型を作ってプレスをするといういわゆる鍛造方式の、この2通りを併用している形になります。鍛造方式の方はですね、電極といわれるものからこの金型の製作まで一連我々の中でやらさせてもらっています。ケースの前工程といわれるこの切削、それから鍛造、こちらの方で仕上がってきたケース、表面がですね仕上がってないので、こちらの研磨、それからバフ、それから筋目付けと仕上げの工程ですね。こちらの工程がいわゆる著名なザラツ。今技能者の黒木がですね、こちらの方でザラツ研磨をちょうどやってるところになります。機械かなり昔から使ってそうなものばっかり並んでるんですけども、はい、どれぐらい前の機械使ってるんですか？そうですね、ご覧いただいているこの手前の機械ですね、ザラツ研磨、こちらの方が約40年くらいですね、きちっと保守して日々の生産に支障ないような形で現在に至っています。さっき工程見せていただいたんですけれども、ザラツ研磨ってそもそも何ってところからちょっと伺いたいんですけれども。そうですね、ザラツ研磨っていうものは、グランドセイコーの特徴でもあるこう綺麗な表面と、表面なんですけど、シャープなエッジを残してるっていうところを作り出すためには欠かせない工程っていうのがザラツ研磨になっています。ケースの仕上げの場合って鏡面に与えると大体角って丸くなっちゃったりとかするじゃないですか。だけど、グランドセイコーの場合鏡面ピシッとしてるのに角もちゃんと残ってると、あれなんか秘訣あるんですか、ザラツ。ザラツっていうのは下地処理にはなってくるんですけど、そこでこう凹凸を作らない、段差を作らないっていうところが大きな特徴になってます。こう滑らかな動きの中で一つの面を作り上げていく、その後のバフ工程っていうところですね。従来だと丸くなってしまうんですけど、その下地が綺麗なことによってバフをかけてもこうエッジがだれない、軽くバフかけるだけで鏡面が出るっていうところが、エッジがだれてないというところの表現ができてるんじゃないかなというふうに思います。グランドセイコーの場合って、そもそもいろんな面で構成されてますけれど、最近ますます面の数がめっちゃ増えてるじゃないですか。でそうすると作業すごく大変になると思うんですけれども、そこら辺はどうやってクリアされるんですか？いかにこの多面構成を、面の交点ですかね、を崩さずにこう作り込めるかっていうところは、試作段階から
こうあの技術メンバーとかと一緒にこう練り合わせながら加工方法を検討していくっていうところをやっています。あともう一つ聞きたいんですけれど、ザラつ研磨ってその回転する、ね、板にこうケースあってでこう平面出していくじゃないですか。それでこうケースの形って決まっちゃうじゃないですか。そこってすごく集中力がいる作業じゃないですか。集中力ね、いりますね。まあ、例えばこのケースで言うと、こっち側面広いじゃないですかね、ここ面狭いじゃないですかね。同じ面の幅なら同じ力でずっと追い込めばいいんですけど、面の幅が違うことで力加減を変えなければいけないんですよね。あと例えばフラットな面からこう R に行くにつれて、同じ力で行くと面から点の加工になっていくので、まあ、そこでも力加減が変わってくるっていうところで、いろんな要素をこう注意しながら加工しているっていう部分ではやっぱ集中力使って加工してるっていうのはありますね。でザラつ前後でどういうふうに変わっていくかちょっと見せていただいていいですか、ケース。そうですね、まずこれがあのザラつ前の形ですね、まあ、切削から上がってきている状態なので、削った後ってことですね。そうですね、削った後なので、こう凹凸がこうボコ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 っていう、まあ、細かい凹凸なんですけど、まあ、これを磨いただけではそのまま残ってしまうので、まあ、ザラツっていう工程を、まあ、実際に行うことによって、細かいペーパーで磨くことでフラットな面というものを、まあ、正面加工って言ってますけど、まあ、そういうことをするってことが、まあ、ザラツになります。今ザラツやったものを最後磨き上げることによって、あのフラットで綺麗な鏡面、さらにエッジが出るというところを作り上げています。じゃこの筋目工程になりますが、先ほどザラツ工程の説明をさせていただいて、その後にバフ工程があります。で最終工程としてこの筋目工程ということが研磨の工程になっております。すごいシンプルそうに見えてものすごく大変な作業じゃないですか。何が難しいですか。筋目のムラが出ちゃうかどうかなんですね。同じ細かい線でこう全部が同じ方向を向いてるんですけど、なかなかそれがやっぱ慣れてない人がやるとこうちょっと曲がっちゃったり難しい部分があります。でもう一つ言わせてもらうと、あのこの幅ですね、人の手の感覚だけで軸とかは使ってないので、まあ、この幅の中で水面を収めるというところがやっぱ難しくて、やっぱ行き過ぎてしまうと製品としてはダメになってしまうというところもあるので、そういった部分では難しいですね。結果として筋目が入ることによって、まあ、ザラツでやってバフかけたケースにより陰影がついて立体感も強調されますよね。そうですね、はい。だからすごくこれはすごく大事なプロセスですよ。こちらの方に部品それぞれの完成状態のものをですねお持ちしましたので、こちらの方で少し説明をさせてください。こちらがあの針の完成状態になります。まあ、あのグランドセイコーの針って量産型時計の使う針としては多分最高峰に品質がいいと思うんですよね。自噴針なんかにしても全ての面にダイヤカットが入っててピカピカ光るじゃないですか。より一層こう興味深いのは青焼きの針、テンパー針じゃないですか、はい、あれまあこの価格帯だったら多くのメーカーって塗ったりとかする針使ってますけど、グランドセイコーは本当の焼いた針。普通ああいうところのプロセスってできるだけその簡素にするとか、なぜこう職人さん一つ一つこう焼いてるの。仕上がりにかなりこだわってます。同じ針なんですけど、材料の違い、表面状態、その前工程の状態の違いでですね、同じように焼いていても針の手前と先端、青みがかり状態がですね、実は微妙に違ってるんですね、うん、最適な状態をしっかり一本一本見極めるということで、技能者の方に一本一本しっかり確認してもらいながら丁寧に焼いているというのが、まあ、品質にこだわっている我々の、まあ、取り組みの一つになります。でも生産性って考えたら、できればそういうプロセスってのは例えばオーブンに入れてこうチンとかした方が早いじゃないですか。そうですね。でもやっぱり仕上がりの方が大事。ええ、今はそこにこだわってます。ムーブメントに使われてる金のところじゃないですか、はい、木でちゃんとこう磨いてピカピカにしてるじゃないですか。あれも普通考えたらやんないですよね、あんな手間のかかること。まあ、超高級品なら分かりますけれど、あれもなんであれまたやってやり続けようと思ったんですか。伝達効率をしっかり上げていく、まあ、これが一つポイントになります。当時だいぶいろいろ試行錯誤して悩んでっていうところもあったようですけど、で結果的に、まあ、その仕上がりの良さがパワーリザーブの性能をしっかりと引き出していると、手間も、まあ、コストもかかるような形になってるんですけど、まずそこをしっかりとこだわってやってきているところがこの取り組みの一つというところです。まあそう考えると確かにね、スプリングドライブの性能がいいのが納得かなという気がします。多分多くの人知らないと思うんですけれども、まあ、ここはハイジュエリーもすごいもの作れるじゃないですか。
でそのサンプルがそこにあるすごい文字盤ですよね。そうですね。これちょっとなんでこれやろうと思ったら、どれぐらいの歴史があるんですか。その文字盤の製造については、あの雪代を中心に一通りの工程を我々の中に持っています。雪代だけじゃなくて、こちらの方にもサンプルご用意してるんですけど、放射画模様のものからいろんなタイプの文字盤を、弊社内で製作してるんですけど、宝飾工房というのをですね、弊社内で70年代から保有してまして、石止めとかですね、そういった技能をずっと展開してきている中で、ちょうどここでハイジュエリーの方にも、GS ということで、今回こちらの方量産の準備を今している最中ということになります。ちょっとこのクオリティもすごいですよね。やっぱり歴史とノウハウがなければ、ちょっとこういったものは作れないなっていう印象すごくあります。高級品の条件は長持ちすることだと僕は思ってるんですね。で、長持ちさせるには、抵抗を減らすのはもちろんですけど、部品も硬くしなきゃいけない。そのため焼き入れっていうのは、高級メーカーでもやってるところはありますけれども、こちらでもそれはやっているって考えてる。そうですね。スプリングドライブの、そうですね、2番3番4番ですかね、この辺の歯車関係については焼き入れ焼き戻しやってまして、しっかりとその材料の高度を高めてですね、長期間使っていただくための製品としての品質を作り込む必要な対応ということで、現在もやらさせてもらっています。焼き入れちゃんとできるっていうのは本当に第一級のマニファクチュールの条件ですよね。開発とか設計とか、製造組み立て含めて、一つの拠点でやれてしまう、よくこれ、垂直統合型マニファクチュールって言ったりしますけれども、最近スイスの一部の人たちはワンルーフマニファクチャーみたいなこと言ってますけれども、その一番最たる例だと思うんですよね。だ結果としてこれだけバリエーションあるものを作れるし、でしかもスピードも速いじゃないですか。多分僕が思うにそれが強みなのかなと思うんですけれども、我々もそう考えてまして、デザイナーの方、それから設計、こういうものを作りたいよっていうところについては、もうすぐ製造が近くにいますから直接話ができますし、製造の方も、いやここもう少しこうすると簡単に早く作れるよっていう話も、逆にフィードバックもすぐにできると、メカを見ながら、実際のものを見ながら話をしながら一つの製品をですね作り上げていくということで見れば、一つ屋根の下にいるということが、我々最大のアドバンテージ、真のマニファクチュールというふうに捉えて、日々仕事に向き合っています。ですね。だからマニファクチュールって、いろんなレベルがあるけれども、ここは最も純化したものかなとはすごく思いました。だからこれだけの種類が出せるし、質が高いものを作れるし、でスピードも速いのかなと。でも見させていただいて、実際物を見てすごく納得。皆さんいかがだったでしょうか。ここ信州時の匠工房ではですね、皆さんもご覧になった通り、開発、設計、製造、組み立てに至るすべてをですね、ムーブメントだけではなくて外装も含めてやっていると。それが結果としてグランドセイコーのトータルとしての美しさなり品質の高さにつながっていると感じました。プラスしてですね、2つ大きな魅力があると思います。一つはですね、ここで働いている皆さんですね、ご覧いただいた通りです。ここではいろんな人が皆さんのグランドセイコーの裏側にいて、一つ一つの部品を作り、あるいは組み立て設計し考えている、その集合体が皆さんの持っているグランドセイコーになっている。これはぜひ後でですね、実際実感していただきたいんですけれども、ここの信州時の匠工房は周りは本当自然に囲まれているんですね。それが結果としてそれぞれのプロダクトで、例えばその雪代であるとか、あるいはムーブメント そのアルプスの模様であるとか、そういったものに反映されていると。でそういった豊かなバックグラウンドを持つというのも、実はグランドセイコーの大きな魅力であり、つまりはそこを生み出しているここの信州時の匠工房の大きな強みと言えるのではないでしょうか。